写真拡大。7月15日に埼玉西武ライオンズの新しいグッズショップ、ライオンズチームストアフラッグスがオープンした。本拠地ネットライフドームエリアは、ボールパークをイメージして改修工事が進められており、新たにオープンしたショップもメジャーリーグのショップをイメージした建物になっている。グッズショップのリニューアルを担当した西武ライオンズ事業部マネージャー荒木博樹氏に見どころなどを聞いた。2階建てのショップは売り場面積が2倍強になり、名称もこれまでのライオンズストアフラッグスからライオンズチームストアフラッグスに変更された。ファンの皆様に愛されてきたフラッグスを継承し、メジャーリーグのグッズショップでも主流となっているチームのワードを入れることで、ボールパーク感を想起させるとともに球団としての一体感を表し、球団とファンをつなぐ存在になってくれたらと思っています。この新しいショップを建築するにあたり一番に考えたことは立地だ。西武球場前の駅を降りてメットライフドームに向かう途中にあるため、球場に入る前に立ち寄りやすくなっている。お客様が駅を出て最初にグッズショップに立ち寄り、グッズを身にまとった状態で非日常空間に足を踏み入れることができる。駅からの動線上に位置していますので、アクセスは格段に良くなりました。外観はボールパークを作っていくというプロジェクトから、メジャーリーグの施設を参考にレンガを用いた重厚感のあるものになっている。重機は黒を基調にし、商品は引き立つ形を採用しています。今まではユニフォームを横向きにかけていましたが、正面が見えるような陳列ができる重機を揃えました。今まで販売されていたものに加え、ファンからの要望も多かった歴代の復刻ユニフォームを販売している。これまでは復刻ユニフォームを着用してプレーするライオンズクラシックというイベントに合わせて販売していましたが、この機会に黄金期のライオンズのユニフォームなど様々な商品を販売します。野球の試合以外でも楽しめるボールパークのワクワク感を満喫していただけたらと思います。夜は2階のガラス面に設置した LED ガラスを用いた演出も行われる。ガラス面を多くしたことで開放感があり、吹き抜けから光が差し込む店内は、ただ単にグッズを売るというだけでなく、非日常の世界観を感じられる。ファンにとっては、新たな楽しみを提供してくれる場所になりそうだ。篠崎ゆりえだ。ゆりえ篠崎。